今日は1月の26日、ビオトープの様子です。下の池、ガマはすっかり刈り取られてます。2月になるとここも池さらいをします。まだまだギガンバラの、草の部分が残ってます。もうすぐなくなるでしょう。二の谷は水が張れてます。お天気の具合がすぐに変わりますね。今時は神の池、水も澄んでます。こんだけ日が当たると、メダカが少しは泳いでくれるはずです。ロセットの野草を今調べてくれてます。今日のビオトープの活動では、フェンス側の杭の補修の続きを行います。見事なロゼット、これ何だったっけ。水箱だと思うんですけど、やっぱりなかなか現物とこれとは合わない。今調べてもらってます。ちょっとまだまだ、寂しいビオトープです。